新鮮安心いなるフーズ。5月上旬、北西町をはじめこちら大安町でも新茶の収穫が行われていました。地形、土の性質などにおいてお茶の栽培に適した石暮の里は昔から名茶産地の一つとして知られてきました。収穫された茶の葉は製茶工場へと運ばれ、およそ4時間、おいしいお茶作りには欠かせないさまざまな製造工程を経ていきます。最初に酸化酵素の働きを止めるため100度以上の蒸気で蒸され、蒸し上がったばかりの茶の葉は冷却器で表面の水分を取り除き冷やします。そして強い力で揉みながら熱風で乾かし、緑茶特有の色調、香り、味わいを出すために茶の葉に力を加え水分の均一を図ります。再び揉みながら熱風で乾かした後、茶の葉に熱と力を加え湿り具合を丁寧に確認しながら乾かし形を整えます。十分に揉み上げ乾かされた茶は均一に混ぜ合わされ仕上げの工程へと移っていきます。さて、ここで市内の生産者の皆さんにいなべさんのお茶の魅力などについてお話しいただきましょう。いなべのお茶は古くからの特産品です。朝霧の発生する気象条件にも恵まれ、独特の風味があります。今年もたくさんの美味しい新茶が取れました。緑茶には殺菌作用があるのでたくさん飲んでください。学校にも職場にも畑にも、そしてちょっとしたお出かけにも、どうぞ皆さんのお家で作ったお茶をマイ水筒、マイボトルに入れてお持ちください。経済的にも体にもとっても優しいお茶ですよ。いなべさんの美味しいお茶はいなべっこやうりぼうなどで販売されています。皆さん